高島パーク、現在の、何センターハウス前、センターハウス前の雪の感じです。やっぱり、あれですね、下まで滑って降りてこれない感じですよね。で、ここに雪はないですね、やっぱ。あ、このさ、これ固まってるじゃん。これ、多分この辺の塊、これ多分さ、今日の早朝降ったんですよ、午前中。降ったんですよ。で、今日、一日中パラついてるね、雪がね。下町の方は雨だけど、雪ですね。これ積もる雪だね。まあ少ないけど、数は少ないけど、冷えとる雪ですよ。ゆっくり押しとるじゃん。ボタボタ、ベタベタ雪じゃないですよ。ちゃんと積もる雪だけど、粒の、積雪量が少ないんで、センターハウス前の、積雪情報、まあ、3センチってどこかな。0センチから3センチの間だね。よいしょ。こういう感じ。重たいな。やっぱ重たい雪ですね。パサパサではないわ。パウダーではないね。だから上の方も、上の方パウダーかなわからんけど。まあ、とりあえず明日は冷えるんで、今日は雪だけど、明日の明日の方が冷えるんですよ。うん。あ、音楽うるせえな。もう切ります。